はい、ゾうもパートナーズの森です。今回はですね、蚊に効く消毒のお話をいたします。先日の動画が好評でしたんで、消毒についてもう少し詳しく基本から解説をいたします。もしもですね、まだ見ていない方がいらっしゃいましたら、ぜひそちらもね、一緒にあの、ご視聴をいただきたいなと思っております。今回もですね、あの、庭師を10年やった経験からのお話ということですね。まあ、蚊の専門家ではないんですけれども、まあ、カに効くね、ことなら少しわかるという感じでお話をしているという感じですね。夏はですね、蚊に結構ね、悩んじゃうという感じなんですけれども、蚊はですね、庭の 消毒ををすすすするるるととととととかなり発生をねねね抑えいいううこここががでででききま減らあらかじめですね、断っておきますと、完全にね、こう、なくす。ゼロにしちゃうよ。っていうのはもう、ほぼ無理という感じですね。というのもですね、やっぱりね、羽が生えている虫はですね、近くのどこからからね、もう勝手にね、こう、ブーンってね、飛んできて、来ちゃうということですね。ですんで、家の近くの発生を抑えると、かなりの量ね、あの、自分の家の、被害、蚊に刺されるというような被害を抑えられるということですね。ぜひ最後まで、ね、あの、ご視聴いただきまして、参考 このチャンネルではですね、蚊の話をしているときもありますし、造園業植木屋さんに皆さん庭木の話をしているときもあります。チャンネル登録もあるんですよという方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということでですね、早速結論の方からお話をいたしますとですね、結論としてはですね、何でも効くですね、蚊に効く薬何でも大丈夫ということです。大体ですね、どの薬剤も有効に効果があるんじゃないかなと思います。もちろんね、私もすべての 薬剤、売っている薬剤を使ったわけではありませんが、大概ね、どの薬剤を使っても効果があるという感じです。それではですね、もう少しそのあたり詳しく解説をしていきたいと思います。一つ目はですね、そもそも庭の消毒とはという話ですね。庭木の消毒の薬剤にはですね、二種類ありましてですね、殺虫剤っていうのと、あと殺菌剤っていうのがありますね。字の通り、殺虫剤は虫を倒す薬で、殺菌剤は菌を倒す薬ということですね。えー、今回の話ではですね、蚊がですね、虫ですんで、殺虫剤 という風に書いてある薬剤を買っていただきたいなと思っております、えー、殺菌剤でも倒せないということはないかもしれないんですけれどもまあ、間違えずにね殺虫剤の方が確実ということですねどのように散布するのかというのも2種類あるんですけれども噴霧器を使って液体の薬剤を霧にして巻くタイプこれが1種類目ですねで2種類目はですねエアゾールと呼ばれているスプレータイプのものもありますねエアゾールと緊張炉みたいなねシューンとこうね空気と一緒に薬剤を散布するというのがありますまあ、緊張炉はね エアゾールのタイプという感じですね。では、どちらを買えばいいかというとですね、これはね、噴霧器のタイプのものを買ってください。で、えっ、ー、と、液体の薬剤を霧状にして散布するものなんですけれども、こちらの方がね、確実にコストパフォーマンスが良いという感じですね。エアゾールのタイプのものでは、あ多くの量を撒くことができないですし、あれではね、1匹か2匹ぐらいしか倒すことができないという感じですね。まあ、それに比べて、噴霧器のタイプのものはですね、たくさん散布をすることができるということですね。庭の消毒の場合には、基本的にはね、あの薬剤をたくさんくことができい。 巻きたいので絶対に噴、ね、噴霧霧器器の方を買ううという感じでですね、まあ、噴霧で一緒になって、ね、売っているというわけではないんですけれども、噴霧器と薬剤を買うというような感じですね。エアゾールの場合はもうその噴霧する、それと薬剤がね、もうセットになって売ってるっていう感じなんですよね。なんで、えっと、買う場合はですね、噴霧器まあ道具自体と液体、そのね、消毒液自体を買わなければいけないということですね。確実にこれを買った方が、あコストパフォーマンス、金額的にはかなりね、安く済むということですね。で、効果としてももうエアゾールのものでも、 液体でね霧状で巻いたものでももう同じくらいね効果を望めるということですねそちらの方がおすすめということですでは2つ目はですね具体的に何を買うべきかというお話をいたしますこれもですね実は何でも構わないということですねでえっ、ー、とそういうふうにね言ってしまうとわからないよという方の方が多いんじゃないかなと思いますんでさらにね詳しく解説をいたしますまずはですね道具の解説からなんですけれども噴霧器もですねピンからキリまで存在しますね高いものもあれば安いものもあるということですね自分の家の庭全 全体を消毒しますんで、まあ、それをイメージして買うというような感じなんですけれども、ちなみにですね、噴霧器はですね、一番安いもので1000円ぐらいから買うことができますね。手動式の高いものでは1万円ぐらいで売っているというような感じです。よほどね広い自慢の庭でいう感じでなければ1000円のものでね、私はいいんじゃないかなと思いますね。もしもそれで足りなければ壊れたタイミングで買い直すという感じで大丈夫だと思います。あとですね、霧が出るノズルのホースが付いているタイプのものが売っている。 るんですけれども、のホースがねこうついていないものも売ってるんですよ。このノズル自体がないものとかね、そんな感じで売ってるんですけれども、この霧りガネのノズルがついててホースがついているものを買うのがいいんじゃないかなと思いますね。まあ同程度の金額の場合にはホースがついているものがいいという感じですね。まあ一番安くてねこう何もついてないところ、切がシューってこう出るだけっていうタイプのやつもあるんです。このレーバーを引いてね、それでもいいですし、なるべくねこのノズルがついててホースがついててこっちの手でねこういう風に持ってシュコシュコシュコって。 空気を入れるんですけど、シコシコシコってやって、こっちの手ピューンって巻いた方が確実に、ね、右手と左手ありますんでね、両方使いますんで。これ片手だけのやつもあるんです。ここでガン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 ってやるタイプのやつもあるんですけれども、まあまあ、あの庭木のね、あの大きさだったりとか、あとは庭のね、サイズ感にもよっても違うんですけれども、まあおすすめとしてはそのノズルが付いててホースが付いているというような感じの方が、もうこういろんなね、高いところに届きますんでね、そっちの方がおすすめという感じですね。あとですね、ノズル自体がね、伸びるタイプのやつもあるんですけれども、あれもね、まあ、木の大きさによって、 ね、あの、大きい木があるよっていうのであれば、伸びた方がいいと思いますし、そんなないよっていうのであれば、別に伸びなくてもいいと思います。で、えっと、ちなみにですね、電池で動くのものもあるんですけれども、まあ、あんまりね、パワーがないという感じなんですよね。あれね、ビューンって出るだけで、シュッシュッシュッってやるのはね、やらなくて済むだけっていう感じで、そんなにね、パワーがあるという感じではないんで、まあ、お金に余裕があってね、シュコシュコやるのがちょっとね、めんどくさいな、という場合には買えばいいんじゃないかなという感じです。で、えっと、かなりね、あの、エンジンが乗っている とかもあるんですけれどもあれもね別に手動のやつでも結構届きますんでねまあ、そんなにねあのプロの方は結構使ったりするんですけれどもそうではない家庭用であればあそんなに必要ないのかなという感じですで次はですね薬剤どれ買えばいいかというお話なんですけれどもこれもですね本当に何でもいいという感じですねまた何でもいいという感じです何でもいいというとねどれ買えばいいのかわからないよという感じだと思いますんでさらに詳しくお話をいたします先ほども少し解説したんですけれども必ずね殺虫剤という風に書いてあるものを選んでいただくという必要 がありますねこれ液体のね、ものがありますんで、液体で殺虫剤という風に書いてあるもの。 になります。間違えやすいのですが、殺菌剤というのは選ばないようにしてくださいね、ということですね。で、殺虫剤であればどれでもおよそ同じという感じなんですけれども、えその中でね、一番安いものでいいんじゃないかなと私は思いますね。まあ、売ってる中で一番金額が安いものということですね。その時に一緒に買ってほしいものはですね、転着剤をね、一緒に買ってほしいなという感じですね。まあ、ラベルにね、基本的に転着剤っていうふうに書いてありますんでね、それを買うということですね。なんで、買うものとしてはですね、薬剤は殺虫剤と書いてあるものと、あとは転着剤というふうに書いてあるもの 物を買ううという必要がありますねその転着剤っていうのはね、なぜ入れるかと言いますとですね、薬剤、まあ、殺虫剤を入れているんですけれども、それがですね、雨だったりとか風だったりとかっていうので、あの、かかってもね、流れていっちゃうんですよね、その葉っぱについてたやつが流れていっちゃうと。その流れていかないようにするために、その転着剤っていうのを入れるということですね。効果を長く維持するために入れるということですね。これもですね、安いもので大丈夫なんじゃないかなと思いますね。まあ、基本的には大丈夫と、安いもので、ッ OK ということですね。まあ、大体ね、売ってるやつとかだと、なんか、 スミチオンだったりとか、あとマラソンとかね、そういうので全然いいんじゃないかなと。金額ね、あんまり高いものじゃなくても、普通にね、1000円ぐらいで買えるもので全然 OK という感じですね。まあ、1000円以下のやつとかもね、あったりしますんでね、あれかなりね、量使えますんでね、安いもので OK ということです。で、えっと、3番目はですね、散布の作業についてのお話です。実際にね、庭に散布を、それをね、しなければいけないんですけれども、巻くときには、ゴーグル、あとですね、マスクをしておいた方がいいですね。買った薬剤のパッケージにはですね、必ずね、希釈倍率っていうのはね、書いてありますんでね、この パッケージ、よく見ていただくとね、希釈、何、どのくらいでね、薄めればいいかっていうのが書いてありますんで、それをよく見てですね、その希釈に合わせて水で薄めるということですね。そして、それを庭全体に巻くという感じですね。川ですね、どこに潜んでいるのかわかりませんし、えー、本当にね、庭の隅々に巻くという感じですね。木の影とか、あとはですね、葉っぱの裏、草だったりとか、芝だったりっていうところにも巻いてくださいね。で、プランターだったりとかね、植木鉢みたいなところとか、まあ、目についたところはね、大概すべて巻いておけばいいん いいじゃなないいかなと思いますね、まあ、自分の家の敷地内はですね、全部巻くというような感じでいいんじゃないかなと思いますね。まあ基本的にね、巻いて何か悪くなるっていうことはありませんのでね、もうほとんどのところに巻いていいという感じですね。巻かなければいけないという感じです。で、ちょっとね、背が高い木があるよっていう時はですね、脚立に乗ってこうやってピューンって巻いてもいいですし、2階からね、届くようであれば2階からね、ピューンとこう巻いてあげてもいいというような感じです。とにかくね、もうどこにいるのかわかりませんので、全部に巻くということを意識してください。注意すべき点としてはですね、 え、霧で巻きますんで、えー、っと、風に流されてしまうということがありますね。で、これはですね、何がいけないかというとですね、ご近所さんの家の洗濯物にかかっちゃうことがあるよということなんですよね。なんで、風強い日にね、こうやってピューンってやって、あ、全部お隣さんの洗濯物にかかっちゃった。 ま、あいいかななんてことにならないようにしていただきたいということですね。車にかかっちゃったりとかしても、その薬剤、転着剤って入れてますんでね、それがね、こう、白くなっちゃってね、あの、落ちにくいっていう風になっちゃったりするんですよ。なんで、車もね、あの、自分の家とか、お隣さんのね、車とかもね、ちょっと気をつけて、あの、ーク必要があるということですね。で、えっ、ー、と、声かけするのが僕はね、いいんじゃないかなと思いますね。洗濯物がね、お隣さんかかってたら、ちょっと、あの、消毒したいんで、ちょっといいですかっていうような風に言えばね、ま、あいいですよ、いいですよっていう風に大体なると思うんですけれども、まあ、おすすめとして、 ではですね。まあだいたいね。洗濯物干してない。夕方もしくはね。朝にやるのがねいいんじゃないかなと思いますね。まあ、近所の状況もあると思いますんで、できるだけね。あの迷惑にならないようにした方がいいのかなと思います。で、声かけついでにですね。近所の庭木の消毒をするとですね。自分の家からさらに顔を寄せ付けないようにできるはずなんですよね。というのもですね。蚊の行動半径っていうのはね。大体10メートルから15メートルっていう風に言われてるんですよ。一般的なね。でまあ、もちろんね。もうちょっと。 あの、行動する100メートルぐらい動くっていうのもあるんですけれども、その行動半径内のね、蚊がね、減れば減るほどいいんですよ。だからその輪の中心にいればいるほどいいっていうような感じでね、お隣さんもついでにやっておくとね、お隣さんから蚊も来ないという感じは狙えると思いますんで、ちょ、ついでにねこう、家、面してるところもちょっと消毒やってきますんで、みたいな感じでね、声かけてもらえると、もしかしたらね、自分の家の蚊が減らせるということですね。で、えっと、庭木の消毒っていうのはね、一気にやって、 てあげるというのが結構ね。大事なことなんですけれども、どこかに逃げてしまうということがありますので、その前に1日で全て倒しておいた方がいいので、まあ、一気にね。や,やるとまあ、今巻いて明日やったらね。明日だともう来ちゃうということもありますん。でね。まあ、今日だったら今日中にね。全部やっちゃう方がいいということですね。シーズン中に何度かね。あの消毒をしておいた方がいいという感じですね。まあ、先ほどもね。説明したんですけれども、完全に虫がいなくなるというわけではないですね。自分の家の庭から発生するっていうのをね。抑えられると。思う ですけれども、まあ、向かいとか、その隣とかっていうところから、だん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 ね、こっちに近づいてきちゃうという感じのこともありますんでね。そうすると定期的にね、こう消毒しておくと、まあ、寄ってきづらい庭が作れるということですね。1ヶ月から2ヶ月程度に1回ぐらいはね、消毒をするのがおすすめという感じですね。エアゾールだったらもう何本使えばいいのかっていう感じになりますんでね、そういう感じだと。なんで、噴霧器、りでね、こうやってビューンと巻くっていうのがおすすめという感じですね。まあ、基本的にそ蚊にかかったらね、 あの、倒せますんでね、皮、いなくなるということですね。まあ、それかもしくはね、どっかに逃げていっちゃうという感じです。で、あの、水の中でね、卵を産んだりするんですけれども、その水の中にその薬剤が入ればですね、その卵もを倒すことができるという感じなんで、まあ、バーっとね、巻いてあげるというのがおすすめという感じです。まとめといたしましてはですね、えー、噴霧器を買って液体の殺虫剤を転着剤とともに散布するということですね。で、それ金額としてはね、安いものでは大丈夫という感じです。まあ、もちろん庭のね、あの、規模とかにもよって、あの、噴霧器はね、どんな あの使えばいいかっていうのは自分でね。判断していただく必要があるんですけれども、もまあ、安いやつでね。全然大丈夫ということです。確実に蚊が減るはずなんですよね。で、えっ、ー、と蚊とともにですね。他の害虫病害虫もね。一緒に倒すということも狙えますんでね。まあ 虫ね、あんまり見たくないと思いますんでね。その虫ね、全体的に倒せるという感じです。で、えっと、ご近所さんも一緒にですね、あの、巻き込んで一気に消毒するっていうのはね、いいんじゃないかなと思います。その地域はですね、かなり蚊を退治するということができるはずなんですね。で、ご近所さんも蚊に悩んでいる方ね、結構多いんじゃないかなと思います。ぜひね、声をかけて一緒にやってみてください。そうするとですね、結果的に自分の家のお庭がですね、一番蚊がいないと、一番虫がいないというような状況を作ることができて、そしてですね、たくさん 感謝されるんじゃなないいかなと思いますこの度は蚊が減りましたって言ってね。いやいや、逆にうちがね、一番もう中心にいますんでね。もうめちゃくちゃ蚊が減りました。もう一回も刺されませんみたいな感じでね。もしかしたら作れるかもしれないですし、まあ大人さんとね、ものすごい仲良くなれるかもしれないですしね。まあそんな感じも狙いますんでね。まあ一緒にやってあげるっていうのが僕はね、おすすめです。で、ぜひ活用してですね、今年はですね、蚊に悩まないお庭がある生活をね、送っていただきたいなと思っております。ということでですね、今回は蚊に効く消毒のお話をしております。こんな感じでね、 話をしている時もあります。造園業植木木さん,庭さん庭木の話をしているとまもす。あとですね、いつもグッドボタンいただきましてありがとうございます。今回もければグッドボタンいただけたらなと思っております。他にも何か質問がございましたらですね、コメント欄の方にいただけたら、返事は動画にて返しておりますので、何かございましたらコメント欄の方にいただけたらなと思っております。私はですね、増員業、植木屋さん、庭屋さん、業界全体が良くなるようにと思いまして、この動画、このチャンネルを作っております。ぜひ応援の方もいただけたらなと思っております。ということでですね、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画で会いましょう。